コップに注がれて泡を立てるルートビア。ルートビアはアルコールを含まない炭酸飲料の一種。商品としてのルートビアはアメリカ合衆国において19世紀中頃に生まれたとされる。バニラや桜などの樹皮、リコレスの根、サルサパリラの根、サッサフラス、ナツメグ、アニス、糖蜜などのブレンドによって作られる。使用原料やその配分は 厳密に決まっておらず、銘柄によって様々なアレンジが施されている。18世紀の建国時のアメリカ合衆国において、農場の所有者たちが家族の集いや社会的イベントのために自家醸造で低アルコールのハーブ飲料を作ったのが始まりとされる。ここに薬剤師が加わって賃貝消炎などの薬効を期待したものなど、 奇跡の薬を目指した独自調合による改良が加えられていった。商品として作られたルートビアは1866年5月17日にチャールズ・エルマー・ハイヤーが開発したものが最初とされる。ハイヤーは1876年にフィラデルフィアにおける建国100年祭の展示でハーブや木の根、スパイスなどをブレンドした紅茶に入れるための粉末を発表し、 1893年には瓶詰めの炭酸飲料としてルートビアを発売し始めた。アメリカ合衆国の飲料市場においてルートビアは3%のシェアを持っており市民にとって馴染み深い飲料であると言える。なお、チビールのように地域独自のジルートビアと呼ぶべきものも数多く販売されている。また、それほど一般的ではないが自家製ルートビアも作られている。 関連商品としては、ルートビア味のキャンディや喉飴なども販売されている。また、ルートビアにアイスクリームを浮かべた、ルートビアフロートなどのアレンジ飲料も広く飲まれている。チルートビアや自家製、ルートビアに使われる、原材料としては、冒頭のものに加えて、以下のようなものがある。ルートビア最大手の商品を客に提供する、沖縄県のファーストフード店、エアンド、 W レストランでは、米国から送られてくるルートビア原液には10種類以上の薬草が含まれるとしており、主な原材料名を公表している。ファーストフード店用ルートビア原液の主な原材料原文のままこの原液を各店内にて水で薄め、シロップと炭酸を加えて氷を浮かべ、客に提供される。ダッツルートビア、日本国内製造販売時の リターナブルビニール製品日本においては、米国による長期にわたる占領の経験がある沖縄県や小笠原諸島ではよく飲まれるが、それ以外の地域では輸入食品店や沖縄地方の商品を扱う専門店、物産店などごくわずか販売されるのみである。各地の米軍基地内の自動販売機には必ずと言っていいほど入っているため、 施設開放イベントなどで入場できる機会がある。際にも入手できる。また、近年では、沖縄以外でも、一部の支店、スーパー、ディスカウント店などで輸入物の易リルートビアの取り扱いが増えてきている。なお、日本で最初に輸入したのは、ワイマツシタであり、同時にルートビアの自動販売機も輸入した。日本でも1963年6月に、 山崎製パンがダット S の権利を取得し、リターナブル瓶で国内生産販売されたが、1970年代には終売となった。当時の瓶はカタカナ表記がダッツルートビアーとなっていた。沖縄では、特に A&W レストランではお代わり自由で供給され、その独特の香りから飲むサロンパスなどと呼ばれることがあるものの、人気は高い。 那覇空港で飲むことができる。2012年、佐賀県小木市の友松飲料が日本初の国産ルートビア、レイジーアフタヌーンを発売した。東南アジアでは、ルートビアと同じサルサッパリラを原料とする台湾の黒松刺しが主流で、胡椒もサルサッパリラやサーシ、サルシと呼ばれる。台湾でも砂シと呼ぶ。ルートビアよりも早い1886年に、 発売されたコーラは、もともとは、植物のコーラの実を使用したものであり、1885年に発売されたドクター・ペッパーと共に、初期の手作り時代のルートビアから開発されたもので、広い意味では、ルートビアの仲間である。a w ルートビアダッツルートビア。ありがとうございます。